プラス機群、ミズーリ州、プラス機群は、アメリカ合衆国ミズーリ州の中央部南に位置する、軍である。2010年国勢調査で、の人口は52,274人であり、2000年の41,165人から27.0%増加した。軍庁所在地は、ウェインズビル市、人口4,830人であり、同軍で人口最大の都市でもある。 プラスキ軍は1833年1月19日に設立され、軍名はアメリカ独立戦争で戦って戦死したカジエシュ、プワスキにちなんで名付けられた。軍内にはアメリカ陸軍の基地砲とレナードウッドがある。プラスキ軍となった地域にもともと住んでいたのはクワポ族、ミズーリア族、オ政セージ族インディアンだった。世紀めのルイス・クラーク探検隊の後、 ケンタッキー州、テネシー州、リョーカロライナ州から白人開拓者が地域に入ってきた。初期開拓者は1818 18年にはすでに現れており、1833年、ミズーリ州議会がウェーンズビルの町を軍庁所在地にしていた。軍名がアメリカ独立戦争の英雄にちなんだ名前を付けたのと同様、ウェーンズビルもアンソニー・ウェイン将軍にちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は551.41平方マイル、1428.1km であり、このうち陸地547.02平方マイル、1416.8km、水域は4.39平方マイル、11.4km で、水域率は0.80%である。東西方向の主要路は、 週間高速道路44号線であり、これができる前はアメリカ国道66号線だった。アメリカ国道66号線は現在も景観道路として使われており、デビルズエルボー、セントロバート、ウェインズビル、バックホーン、ヘーゼルグリーンを通っている。アメリカ国道66号線の名称は場所によって異なっており、涙の道路、ハイウェイ Z、 オールドルート66、ヒストリックルート66、ハイウェイ17などと呼ばれている。南北方向の主要路は次の通りである。アメリカ国道66号線沿いの観光地としては、ウェインズビル中心街に昔の駅場舎停車場があり、現在は博物館になっているが、酒場と宿泊所を始めており、軍内最古の現存建築物になっている。南北戦争では、 ウェイントリデに駐屯していた北軍の病院に使われた。ウェイントリデは戦後に廃止された。ウェインズビル中心街の昔の軍庁舎は駅場舎停車場に近い。三代目の軍庁舎は1903年6月3日に雷に撃たれて破壊された。ビッグパイニー川にはデビルズエルボーに三つの橋がかかっている。一つは近代的週間高速道路44号線橋。 一つは、ハイウェイ Z、アメリカ国道66号線の橋で、急旬な丘を、フッカーキリ同士を作ることで可能になった。もう一つは、涙ナナの道路の延長で、その歴史ある橋は、開始中である。エルボーインは自転車利用者のバーであり、旧アメリカ国道66号線沿いに多くある。ウェインズビル地域空港法に飛行場が、地域の航空利用に使われている。 コートレナードウッドの中にあるが、ウェインズビル市とセントロバート市の共同で運行されており、民間パイロットによるものと定期商業便を市民が利用できる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内では、日刊紙1紙と週刊誌3市が発行されている、インターネット上の毎日更新される新聞もある。またインターネット上には、 プラスキ軍ウェーブとプラスキ軍インサイダーという対話サイトがつある。FM ラジオ局、KFBDFM と AM ラジオ局、KJPW はプラスキ軍全体をカバーするラジオ局である。もう一つの競合局、KFLW はレバノンデイリーレコードが所有し、週刊紙プラスキ軍ミラーのセントロバート事務所から放送されている。新聞。 デイリーガイド、一般には、ウェインズビルデイリーガイド、元は、ゲートウェイデイリーガイドはセントロバートを本拠とし、軍内全域で公読されている。ゲートハウスメディアが所有し、隣接軍で公読される他の3種を含め中央、印刷工場となっている。週刊誌法と、レナードガイドンの内容は、フォートレナードウッドの陸軍広報部の公園で、制作されており、 印刷は同紙に広告を制作し販売している。ガネット所有の新聞、スプリングフィールドニュースリーダーとの契約で行われている。週刊誌、プラスキ軍ミラーは、レバノンデイリーレコードが所有している。この新聞は、リッチランドミラーと、プラスキ軍デモクラットが合併したものである。軍内に、ォートレナードウッドがあり、軍関係のものは、 高い比率で周辺のセントロバートやウェーンズビルに住んでいるが、さらに遠いリッチランド、クロッカー、ディクソンの各市、ラッキー、スウェデボーグ、デビルズエルボーなど、未編入の町にも住んでおり、それらの地域では住宅費が安い。基地の南端にある訓練施設任務となった軍関係者は、ビッグパイニーなど、未編入の町や、テキサス軍北部のプラトやロビーを住所に選んでいる。 7つの教育学区がその全体あるいは一部が、軍内にあり、他にも、隣接軍にあって、いくらか、プラス機軍に入る教育学区が2つある。7つの教育学区はすべてフォートレナードウッド、軍関係者の比率が、こう、ウェーンズビルの場合は3分の2以上がこの範疇に、入る。ウェーンズビルとセントロバート各市、 およびフォートレナードウッドとデビルズエルボー東の周辺電園部はウェーンズビル R バイ教育学区となっており、軍内最大である。リッチランド、クロッカー、ディクソン各市およびそれぞれの周辺電園部は、リッチランド R4 教育学区、クロッカー RE 教育学区、ディクソン RI 教育学区となっている。リッチランドとディクソンの教育学区は、隣接軍にも及んでいる。 ミヘンニュのラッキーとスウェデボーグはラッキー R、V 教育学区とスウェデボーグ RE 教育学区である。スウェデボーグ教育学区は、軍内唯一幼稚園生から8年生までの学区であり、高校生はリッチランド高校に通う。クロッカー高校やウェインズビル高校に通う者も,もいる。フォートレナードウッドの南、ミヘンニュのビッグパイニーやパレスは、 テキサス軍プラトウ村に本部があるプラトー RV 教育学区である。プラス機軍の地方レベルでは民主党が伝統的に政治を支配していたが、2002年の軍の選挙で共和党候補者が大量に選ばれるようになり、それ以降増加傾向にある。これは軍関係者がこの地域で引退し、その支持政党を変更するようになったことが影響している。2002年。 共和党員のダイアナ・リネンブリンガー、デニス・ソーンズベリー、バーバラ・シャックル・フォードが民主党員を破って、軍事務官、西部地区軍政委員、軍財務官に当選した。この傾向は2004年にも続き、東部地区軍政委員、軍測量官、軍公共管理官が共和党員に変わった。集会議員も民主党員から共和党員に変わった。2006年、 現職軍政委員長、トニー・クリムゾンが所属党を変更したが、共和党予備選挙で敗北した。同年軍勢長州間も現職民主党員が任期満了となり、共和党員に変わった。2008年、民主党は全国的に勝利したが、プラス機軍ではほとんど影響せず、即量間が民主党に戻った程度だった。2009年、 財務官のバーバラ・トーマスが辞任し、軍政委員長ビル、ランスドールは、州知事、ジェイ・ニクソンから、州税務委員に指名され、これを受け入れたことで辞任した。ニクソンは二人の民主党員を空いた役職に指名した。2010年、共和党が、軍役人14人のうち5人を除いて占有し、軍の政治をコントロールしている。2008年の大統領予備選挙で、 プラス気分は二大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、共和党予備選挙では、元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビーが1位になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。